それではご紹介しましょう。まずは次世代のオスカー・デラ・ホーヤとの呼び声も高いフェルナンド・バルガスです。ホームタウンはアメリカ・カリフォルニア州オクスナード。年齢は20歳です。アトランタオリンピックでウェルター級のアメリカ代表として出場後、97年3月ホルヘ・モラレスに1回 KO 勝ちしましてプロデビューしています。今年4月には88年ソウルオリンピック代表で元世界ランカーのロマリス・エリスに2回 TKO 勝ち、6月には元 IBF 世界ウェルター級1位で3度世界戦経験のあるアンソニー・スティーブンスに5回 KO 勝ちしています。このエキサイトマッチには今日が初登場になります。どんなボクシングをしてくれるんでしょうか。成績は13戦全勝、全 KO 勝ちです。そしてこちらはタフなボクサー、ダーレン・マシアンスキーです。ホームタウンはアメリカ・ニュージャージー州トレントン。年齢は28歳です。92年プロデビュー、96年には2階級を制覇したあのメルドリック・テイラーに10回判定勝ち。昨年はやはり元2階級王者のバディ・マクガードにも10回判定勝ちしています。今日は20歳のバルガスが相手です。戦績は21戦16勝5敗、16勝のうち6つの KO 勝ちがあります。はい、主要3団体ベスト10入りするバルガスの実力に注目してください。すごいですね、今のプロフィール。スター界を爆心中ですね。そうですね、次世代のオスカーデラホーヤということですから。すごいキャッチつけましたね、はい、13戦全勝全部ノックアウト。そうなんです。浜さん、もう言うことなしですね、ここまでは。そうですね、まあ、この力が本物であればですね、まあ2年目そして3年目、今突っ走る時期なんで、はい、それ本当かどうか今日は見てみたいですね。相手かなりの相手倒してますからね、今日のメルドリック・テイラー、それからバディ・マクガード、こういったところを破っている相手です。どうなりますか。はい、早速ご覧いただきましょう。こちらも先ほどと同じです。8月22日アメリカ・ニュージャージー州アトランティックシティバリーズパークプレイスで行われました一戦です。この試合もハイライトでご覧いただきます。どうぞ。Ring officials assigned are your ringside physicians, Dr. Steve Oxler, Dr. Earl Shaw, Dr. Charles Wilson, and Dr. Eric Wormser. Your timekeeper this evening is Hannes Art Spell, and counting for the knockdowns at the bell, in this case, the alternate referee, Randy Newman. Ladies and gentlemen, this is your first HBO matchup of the evening. It is scheduled for 10 rounds.Junior middleweights. Your judges at ringside are from Newark, Payson Cheeks, from Ardsley, New York, Melvina Lathan, and from Cedar Grove, New Jersey, Steve Weisfeld. Your referee for this event from Ventnor, New Jersey, Jim Condon. Introducing now the principals first in the red corner to my right,wearing the black trunks with the white trim. He weighs in at 155 pounds. His professional record reads 16 victories, 5 defeats, 6 wins coming by way of knockout. He hails from Pine Beach, New Jersey. Introducing Darren Checkmate Mashinsky. Mashinsky. この試合が22戦目になります。ダーレン・マシアンスキー。Wearing the white trunks with the gold trim, weighing 153 pounds, he is undefeated in 13 professional bouts, all 13 wins coming by way of knockout. He hails from Oxnard, California. He is currently ranked number 10 in the world by the Budweiser ratings of Fight Game magazine, a member of the 1996 U.S. Olympic team. Introducing Ferocious Fernando Vargas.
抜群のスター性を持ちます。人気急上昇、フェルナンド・バルガスです。応援団も詰めかけているようであります。マリーズ・パークプレイス、この試合はレフェリージェームズ・コンドンで行われます。フェルナンド・バルガス対ダーレン・マシアンスキーの一戦です。さあ浜さん、改めて、はい、ワンポイント上げてください。まずはこのバルガスのパンチ力、これを1ラウンドでどれくらい見れるか ですね。13戦全 KO 勝ちです。1ラウンドでどれだけそれをアピールしますか。こちらがフェルナンド・バルガス、白いトランクスを今日履いています。ご覧のようなのは手前でステップを切っているバルガスです。さあ第1ラウンドスタートします。黒のトランクス、そして白のベルトライン、サイドラインが入っているのがダーレン・マシアンスキーです。このバルガスはですね、アマチュア時代ですね、105戦100勝5敗ですね。すごいですね。で、まあ、あのアトランタオリンピックではですね、はい、ウェルター級出ましてですね、はい、2回戦でですね、マリアン・シモンですね、ルーマニアの選手に8対7の判定で敗れてるんですね。僅差だったんですね、はい、残念ながらメダリストではありません。しかしあのアトランタオリンピック唯一の金メダリスト、先ほども言いましたデビッド・リードと同じチーム、当然ながらアメリカ人です。フェルナンド・バルガス、スター性を持っていますバルガスです。やり一方のマシアンスキーも、こちらもメルドリック・テイラー、それからバディ・マクガート、こういった名前のある選手に勝ちを収めています。決して侮ることはできません。マシアンスキーは2ヶ月半のインターバル、一方のバルガスの方は2ヶ月のインターバルをかけたるこの試合です。おっと、1人左、マシアンスキーの左です。ワンツーは空振り、クリンチに行きましたバルガス。まあ、本当にこのところデビューしてから急上昇でランキングを上げてまいりまして、これが14戦目なんですが、すでに IBF、WBA、WBC 全てのこの3つの団体で、10位以内シングルにランキングを入れています。右ダウンダウンです。右ストレートカウンターですね。カウンターになりました。ちょうど足も揃っていたかもしれませんね。そうですね、分かったですね。尻餅をついた格好になりましたが、ダーレン・マシアンスキー第1ラウンドダウンを取りました。いい動きを見せます。キレがあります。ボディブロー、ボディブロー、止まりました。マシャンスキーの動きが止まっています。鼻血か、マシャンスキー、そうみたいですね。左落としました。まだ第1ラウンド残り1分があります。スーパーウェルター級の10回戦、以前はジュニアミドルと称していたクラスであります。つまり浜さん、はい、非常に層の厚いクラスと言われているところですよね。そうですね、まあ、そこで、生き残れるかどうかというのは、はい、やっぱり、普通の勢いじゃいけないですね。そうですね、もちろん、まあ、まだ途中ではあるんですけど、はい、それなりのキビキビしたところありますね、はい、その辺にを見せています。早くもダウンも一応奪っています。残り30秒切りました。決して実力があって、それから勢いもあって、運もあって、このクラスの上位に上がっていくことができます。フェルナンド・バルガス、フロックがとてもここまでは来ません。左を出します。ボディボロー、この戦績だとだん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 警戒されてきますからね。あ、そうでしょうね。ノックアウトするのも難しくなってきますよ。ミラッパー左返します。13戦全部ノックアウト勝ち。まあ、今アッパー、スルーアッパーが来ましたけど、あのタイミングでのアッパーの打ち方は危ないところがあるんですね、まだ。あ、そうですか、はい、ルールバがトレーナーについています。さて小泉さん、第1ラウンドどうでしょう。第1ラウンドタイミングにダウン取りましたね、はい、10対8でバルガスです。10対8でバルガスダウンがありました。まあ、この選手がいいのはですね、動くんですけど腰が安定してますね、はい、浮いてないですよ。多分にバランスを崩した分もありました、このダウン。あそこでダウンを取れるというのはやっぱり勘がいい証拠ですね。なるほどね。あのパンチを出せるか出せないか。第2ラウンドです。今画面にも映っていましたトレーナーのルー・デュバトレーナーが、まあ、オリンピックのチームメイトのデビッド・リードと戦わせたら面白いんじゃないか、こういうコメントも出していると聞きました。まだそれには浜さん、はい、本人がバルガスがもっと上げなきゃダメですよね。まあ、そういうことですね。ビッグマッチにはなりませんよね。その過程の一戦です。果たしてこのしっかりとしたキャリアを積んでいますマシアンスキーを打ち倒すことができるか、あるいは食われてしまうのか。
デビッド・リードというのはですね、もう右のパンチが強いんですよね、まあ、オリンピックでも、まあ、キューバの選手逆転 KO したようにプロでもですね、右の威力というのを見せてますよね。一発の決め手を持ってるわけですね。この選手はですね、そスピードとコンビネーションですね、はい、でパンチは両方ともありますよね。だからデビッド・リードみたいに右にパンチ力が偏っているということはないですよね。くぐった左服、まだ20歳ですからね。そうですよね、1977年生まれです。12月左です。非常に腕が鋭いとも聞いています。おーと出ていくところちょっと顎が上がりました。守りもらっています。ストレートが伸びます。マシャンスキー、おー投げた、合わせました。見事なタイミングなんです。今度は腰から崩れ落ちました。また羽地が一段と多く流れ始めています。2度目のダウン、ダイダウンです。すぐに立ち上がりましたが、あとまだ時間はご覧のように1分20秒以上あります。20秒切りました。クリンチ、1ラウンドと違って今のはダメージありますよ。あ、そうですか、はい、あーコーナーに入っていきました。追い詰められています。爪にかかったようです。バカス、クリンチしのぎたいところです。マシャンスキー、ジオグリはまだ1分近くあります。アクセルです。左フォローしていきます。ボディーブロー、決して慌てません、焦りません。あっと右のクロス、リーチがあります。マシャンスキー、マツーが左、おっと右、また膝が折れました。タイミングよく相手のリオパンチを力を利用した打ち方しますね、はい、この選手は。特にあの2つ目のターン、先ほど見たダウンというのは抜群のタイミングですよね。これで今の右のサウスポースタイルからすぐ右に変わった瞬間に右の打ち方なんか、はい、結構タイミングで、相手の力を利用するのうまいですよ。第1ラウンドのダウンもあそこでパンチを出せるのがすごいとおっしゃいましたけれども、小泉さんがやはりそういったところを垣間見せています。タイミングの良さを持っている選手ですね。あるんですね、はい、第2ラウンドを終えています。このラウンドもダウンがありました、はい、このラウンドも10-8、バルガスのラウンドですね。 1-2 ラウンドとその大気の片鱗を見せていますフェルナンド・バルガス。こちらがダーレン・マシアンスキーです。この大きな高い花、鼻血が 1-2 ラウンドともに流されています。マリーズ・パーク・プレイスで行われていますアトランティック・シティです。ニュージャージー州、あー今ご覧の合わせた右のカウンター、浜さんどうですか、ご覧。もう抜群ですね、顎のど真ん中ですね、これ倒れざるを得ないですよね。これだけのタイミングで打ってきます。ショートのタイミングのいい右ですね、はい、スーパーグレーター級のノンタイトル10回戦で行われています。ご覧のような会場です。この試合はハイライトでお送りしています。フェルナンド・バルガス対ダーレン・マシャンスキー。さあ続いて第5ラウンドです。シロン・トランクスが、おーとこのクラス融合株、今人気急上昇中、売り出し中のフェルナンド・バルガスです。一方クロン・トランクスがダーレン・マシャンスキー、28歳です。16勝5敗という成績を持っていますダーレン・マシャンスキー。1、2ラウンドとこのバルガスダウンを奪っています。13戦全 KO 勝ち、 100% のノックアウト率、そしてアベレージで言いますと試合は 2.3 ラウンドで終わらせます。おっと、こんな普通はこの5ラウンドまでは来ません。ボディブロー、またボディブロー、今度は原さんボディ攻め始めました。おっと、ボディブロー、前のめり、顎のガードが開きます、開きます。徹底的にボディ攻撃、ガードを下げました。今ラッパーボディに来ましたね、ヤクネックアッパー連打します。お客さんを大いに沸き上がります。果たしの声援、ものすごい攻撃を見せています。一回離れます。さあ行けというお客さんのコール、後押し、の恋というジェスチャーに沸いたんじゃないですか。あ、なるほどなるほど。マシャンスキー、あと抱え込みます。
苦しいでしょうね、これ浜さん、ナーシャンスキーは。効いてますよ、ボディーは効くわ、顔面はもう効いてるわですね。ボディーが1回一度入ります、ボディーを返してきますが、やはりその後組みに行きます。一回多く取り置きました、バルガス。あとボディーボローです、右を振っていきますが、これはパンチが進んで倒されてしまいます。フェルナンド・バルガス、おっとクリンチ、苦しいところになります、このボディーブローも素晴らしいタイミングで入ります。左のフック、叩くような左です。お客さんが声援を送ります。騒ぎ始めました、マリーズパークプレイス。騒がずに煽れない、そんなような雰囲気を醸し出しています、フェルナンド・バルガス。おっと、これカットしました、カットしましたか、右の目のあたりですね、ですか、上か、あ、切りましたね、バッティングか、あるいはパンチによるものか、切りましたね。残りわずかです、第5ラウンド、またボディーブローです、ボディーブロー、左、この前打ちか、またボディーに入っています。このラウンドはボディー攻撃が見られましたが、相打ちもありました、そしてこのカットがあります。さてこれで戦況が変わりますでしょうか。まあ、このラウンドもバルガスのポイントですね、はい、10対9です。今見ると目の上みたいですね、まぶたみたいですね、そうですね、そうですね、ちょっと外ですね、それでも。さあこちらはマシャンスキー、何かあの辺のカットをきっかけに突破口にこの後攻撃をかけたいところですが、ダーレン・マシアンスキー、眉毛の延長線上外側の部分をカットしています。もうすでにゴングが打ち鳴らされています。第6ラウンドスタートしました。スーパーウェルター級のノンタイトル10回戦、フェルナンド・バルガス、今ブルダッシュのバルガスが第6ラウンドまで来ました。相手はダーレン・マシアンスキーです。ここまでバルガスの戦績を見てみますと、6ラウンドまで行ったラウンドというのはかつて一度だけあります。97年10月に行われた試合、この試合は TKO で6ラウンドに勝ちを収めていますが、これが最高のラウンド、その6ラウンド目に入りました。フェルナンド・バルガス、とにかく 1,2 ラウンドで相手を沈めることが多いこのフェルナンド・バルガス、14戦目、プロ14戦目を迎えています。マンツーボディブロー、あー、叩いた、ボディを叩きました。ボディブローですか、ローブローみたいですね。どうですか今ということでしょうね。これに対してローブローということでしょう。ブーイングもありました。本当に深かったのかというような、そんな疑問のブーイングなんでしょうか。追ってきますけれども、ちょっと追い足がありません。どうも体が前に出ていってしまいます。マシャンスキー、バルガスはすり足でうまく動きますね、はい、頭から突っ込んできます。ちょっとマシャンスキーは自分コントロールできないような、そんな感じになってきています。まあ、いや聞いてますよね。カウンター、カウンター、カウンターになりました。聞いてますから、そういった状態になるんですね。ちょっとギクシャクやっぱりしてますよね。聞いてますから、再三ボディを攻められた、その辺もあるんでしょうか。その前にダウンも期しています。パンツー、今度顔面に、アシャンスキーもボディに返していきますが、おーと浮いたり、これもいいタイミングです。左をつきながら向こう向きに入っていきました。これを対応で変えます。フェルナンド・バルガス、おっと1回大きく離れました。バルガスは身長178センチあります。一方のマシャンスキーは183センチ。見た通り、ご覧のようにマシャンスキーの方が上回っています。5センチです。しかしリーチは手元の資料によります、188センチと183センチ、リーチはバルガスの方が5センチ上回っています。恵まれた、アウト、ワンツーです。恵まれたいい体格をしています、フェルナンド・バルガス。ちょっと足がついていきません。マシャンスキーだいぶ効いています。今のボディアップもいいですよ、はい、
残り23秒22秒、左左回り込んだ回り込んだ、森ブローです、左フック、ムロストレート、今度は左から右フォローしています、ムロストレート、あーとレフリー飛びます、試合終了です。残り今7秒残っていたところでしょうか、6ラウンド終了間近、鮮やかな爪を見せましたフェルナンド・バルガス、ダーレン・マシャンスキーを退けています。スーパースター候補のフェルナンド・バルガス、これでレコード14戦全 KO 勝ちとしています。オリンピックでメダルこそ取れませんでしたが、プロに入りまして一番上を狙うポジションまでどうやら来たようであります、フェルナンド・バルガス。あ、この辺りで頭も当たっているようです。あ、浜田さん、最後はマシャンスキーの方は全然もう返すことができませんでしたね。これただあのストップされた瞬間、マシャンスキー、はい、悔しそうでしたね。あ、悔しそうというのは止めなかったら俺はまだ立ってたんだっていうような感じですけどね。浜田さん的にはどうですか、このストップは。うん、まあやっぱり今ストップ全体的に速くなってますからね、はい、これだけ集中打を受けると仕方ない、ないでしょうね。歓声の中にブーイングも混じっていたようですが、その辺のところなんでしょうかね。ストップされた瞬間に対戦者のマシャンスキーが、はい、抗議したというところが一瞬ありましたから、なんで最後までやらせないんだ、そういった一部の感情かもしれませんね。まだブーイングですね。ありますよね。6ラウンド2分57秒ですね。これはどういうことでありましょうか。マシャンスキーが人気者なのか、あるいはきっちりとした結末を望んだブーイングなんだでありましょうか。多分そうでしょうね。そうでしょうね。まあ、ニュージャージー州のこのマシャンスキーの方が、はい、その地元選手ですからね。はい、それでは試合結果を確認してみましょう。アトランタオリンピックの星、アメリカ期待のフェルナンド・バルガス、最後はパワーの違いを見せつけて6ラウンド TKO 勝ち。これでデビュー以来14連続 KO 勝ちです。スーパーウェルター級で目の離せない存在になってきました。